はい、どうも、ケンジです。今日はペーパーログを作っていきます。はい、ペーパーログっていうのは、紙で作る巻き、紙でできた巻きって言いますかね。はい、そういうものです。燃料のね、となる、まあ、巻き、炭などの使用量をね、まあ、減らすというか、代わりというか、そういうもののために、作っていきます。で今回使うのはこの新聞紙、はい、で新聞紙をちぎって水を張ったバケツに入れていきます。入れていったらあとはひたすらもみもみしていって小さく潰していってちぎっていって、あとはしばらく、もみもみしていけばドロドロになっていきます。しばらくもんでいくとこんだけドロドロになります。はい、そしたらあとはこれを型に入れて押して水を抜いて脱水して、まあ、塊を作るなり、人によっては棒に巻きつけて、丸い筒状のものを作るとか、形はいろいろですけど、で、まあ、のこの溶かし具合とかあと固める形状とか、ブロックにするか筒状にするか、穴開けたりするかっていう風な形によって、燃焼時間とかにも影響はあると思いますけれども、今回私はこちらを使います。はい、これ、ニンニクを押し潰すやつ、はい、これで脱水をしていきます。はい、絞れました、はい、そうすると、はい、こういうサイズのものが出来上がります。こんな感じでどんどん作っています。で、私がなぜこのねこんなちっちゃいサイズにしたかというと、私のキャンプギアがね、まあ、小型のものが、多いので、燃料は小さめの方がいいかなと思って、このサイズがいいかなというところです。なので、皆さん自分で使われている、まあ、焚き火台などがある程度大きいんであればね、ブロックにしてもらったりしてもいいでしょうし、このペーパーログ製作機みたいなのも Amazon とかで売ってますんでね、あの牛乳パックぐらいの大きなブロックをね作ることができるものもありますし、そこは皆さんによって使い分けて、いただければいいでしょうけれども、私はこのサイズのものをたくさん、作って、いきます。で、これが乾かすのに、まあ、数日かかりますと、大きいものだったら10日間とかかかると思いますけれども、私はこのサイズなんでね、そんなにはかからないと思いますが、しっかりと、乾燥させるために、まあ、長くても5日間ぐらいですかね、このサイズだったら、天気が良ければ2、3日でもある程度しっかり乾くと思います。はい、新聞一部で、こんだけできました。はい、ということで、まあ人によってはね、あの塩ビのパイプ、なんかを使って型をね作られている方もいらっしゃいますし、まあ、いろんな方法がありますんでね、まあ、YouTube とかインターネット上調べたらいろんな方されてますんでね、出てきますんで調べてみてはいかがでしょうか。で、あと新聞をね使ってされる場合は、
ビニール手袋とかゴム手袋を、つけてされる方がいいです、インクが溶け出してね、っていうか真っ黒になりますので、ぜひ手袋をつけてされてください。で、燃料です。燃料のね、燃焼テストは、乾き次第やります。
片付け完了です。それでは帰ります。